Greetings, one and all. I am the Sonic Geek, and welcome back to Tokyo Mirage Sessions. Hey! Let's see. Where is... Here we go. Go up here. And suddenly, enemy. Okay. Fearless Edge. いいわよ。この攻撃だ。クロム直伝これだな。俺に続け。グッ。やったわ。行くわよ。 いいね。食らえ。そんな攻撃。ミラージュアタック。いけるぞ。了解。絶対繋げてやるよ。絶対繋げてやるよ。もちろん。ゼップス。 And a radiant skill. Yeah.
We'll take care of it at the next warp point. やれるのか、俺に。それ、いけそう。よし、衝撃一緒だ。私に任せなさい。これ。一緒に行こう、クラム。おう、よし。イカズチよ。And これだな。俺から行くぜ、ジュリアさん。援護、行くわ。フィニッシュ。Uh-oh. Okay. Go down here. Back here.先生だ、悪く思うなよ。戦闘開始だ、クロム。了解だ。Okay. 失望させないで。クロムみたいに、これだな。俺から行くぜ、繋いでくれ。グッ。この槍さばきに勝つ。Oh, okay. それで弱点。セッション。よし。行ける。たぎるぜ。私に続きなさい、お願い。これでとどめ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。これはダメね、乗れないわ。ダメね。キル、決まった。一番やり、ショット。私も続く。これがいいの。俺らのコンビネーション見せてやろう。オッケー。はー、早い。 God damn it. 早く倒さなきゃ。これはダメね、クロムみたいに。この日を逃すな。衝撃、早い。次はどうすんだっけ。いつでもいいぞ。There we go. ついてきた。こいつで最後だ。一歩ヒーローに近づけたかな。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。Hit the switch. Take it. Uh-oh. 気を抜けばやられる。こいつ強いぞ。 Okay. Doesn't seem too bad.よし、光の刃が。よし、一番やり。次頼むぜ。つないであげる。やったわ。うわっ、うわっ。 OK, maybe it is that bad. しまった、ごめん、みんな。いって。 OK, yep, we're getting out of here.ここまで見たい。キリアさん、マジかよ。しゃあねえな。Okay.
敵だ。一気に決めろ。やっ。敵の気配は消えたようだ。Now, let's jump down here. 敵だ。不意打ちに気をつけろ。やれるのか、俺に。Let's see. これはダメね。乗れないわ。失望させないで。クローム直伝、この日を逃すな。俺から行くぜ。シュート。この槍さばきに刮目しな。いつでもいいぞ。貫け。弱点発見。まずは俺。やった。やれやれ。ニンブリダー。呪いの力、たまりにたまっているわよ。他の、それで弱点を攻めろ。絶対レード体験すっふ。始めよう。今だ。まだまだ。よし。クロム、俺がお前を守る。ダメね。クロムみたいに。これだな。衝撃一発。援護、行くわ。そんな。うわ。まだいけるか。カイ、任せろ。よし。うわ。ペッ。弱点だ。始めよう。俺たちの勝ちだ。俺たちの敵じゃねえな。私の秘術、キリアだけに。ねえ、Okay. Warpoint would be really helpful right about now. Up here. 敵が現れたぞ。せい、てあ、てあ、せい。Back off. 敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。Thank you. Okay. 敵の気配は消えたようだ。 Let's get the fuck out of here. Let's read some of these. Okay. Time for more fusion.
いかな。それじゃあ、やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。次は何をするの？ Next。 これでいいか。それじゃあ、クロム、俺に力を貸してくれ。今作った。パフォーマーの。I see。Let's go back. Say.Might be a bad idea. And just quickly gonna.Another one of those camera fuckers. Or the boss. Possibly.A micro mosaic.待て、何をしてるんだ。撮影だよ、撮影。やはり俺が取るに値するのはお前だけだ、マイコ。撮影は終わりだ。マイコさんを返してもらう。あ、お前はオリベル翼。そうか、お前らはマイコの事務所の人間、俺のミューズを奪いに来たのか。
Uh-oh. Chrome, どうした? Shida! Shida! ダメ、Shidaが答えてくれない。一旦引こう。カルネージなしではさすがに戦えない。この程度のハプニングで撮影を投げ出しだと、最近のモデルどもはゆとりか、ゆとり世代なのか。特に織部翼。はい。俺が舞子の事務所の人間だって聞いて、お前に期待してたんだよ。舞子が作った事務所のタレントなら、今時のアイドルどもと違いモデル魂を持ってるんじゃないかってな。だが蓋を開けてみりゃ、お前もそこらの偽物どもと同じだった。写真という芸術への敬意も欲求も何も持ってないアイドルをよこすんじゃねえ。マイクの目は節穴だ。確かに私はド素人でダメ出しばっかりだから、バカにされても仕方ないです。でもそれは私のせいで、舞子さんのせいじゃない。うん、舞子さん見る目なくないです。私が証明してみせます。ともかく私だってやるときはやるんです。ド素人のくせに、そこまで言うならモデルとして俺をうならせてみせろ。Well. ああ、クソつまらねえもん取っちまった。やっぱり俺のミューズはお前だけだぜ、マイコ。Well, now what? Itsuki-kun, ここは出直してこいってことか。そうだ、クロムは。俺は大丈夫だ。あの男のカメラとやらはミラージュの力を一時的に封じることもできるようだ。厄介ね。ねえ見て、いつきくん。今度は一体なんだ。すごい人だよ。みんなあっちの方に何かやってるのかな。剣八代さんのライブ。そっか、今日だったんだね。ゴタゴタのせいですっかり。うん。コンサート。でもなんか変だな。街はこんな状況なのに、どうしてここだけ賑わってるんだ。見ればわかるわ。She knows something. え、でもこんな時にライブなんて。こんな時だからこそよ。忘れた？今のあなたたちはミラージュマスターなのよ。一流のパフォーマンスに触れれば得るものは必ずあるわ。なるほど。チケットは持ってるわね。さあ行きましょう。Quite the moves. Wasreられない冷たい記憶。
灯し走り続けた暗闇の先に何があろうと知ったが嘘だため包み込む光が心を惑わす苦しみ切り裂く勇気の力解き放って砕け散る限界interesting. すごかったね、剣さんのライブ。剣や城のパフォーマンスは本物。彼は数少ない本物のアーティストよ。周りを見なさい。彼の歌で荒んでいた心が癒された。世界はこんなにも輝いている。すごい、渋谷はこんな状況なのにファンは。真に優れたパフォーマンスはどんな状況でも客を見せることができる。それは堀野沢が言っていたことと同じ。その意味がわかる？翼。え？ライブとモデル、表現は違えど求めるものは同じ。それは見るものを魅了するパフォーマンス。見るものを魅了するパフォーマンス。見た人を魅了する写真。翼に欠けているのは見せ方、そのビジョンよ。 More performer. ビジョン。翼がどんな写真を撮ってもらいたいかってことじゃないかな。撮ってほしい写真。 So someone please remind me why our main character is Yutsuki and not Tsubasa.There's someone at the office. I'm betting it's Tsurugi. Or it's that guy.君は、そうか、葵くんはフォルトナのタレントだったのか。あ、まだ見習いって感じですけど、どうして畑中さんがうちの事務所に。君んとこの社長さんに呼ばれてたんだよ。そっちの子、織部翼さんの売り出し方の相談をしたいってね。わ、私ですか。さあさあ。で、島崎社長はいつ戻ってくるのかな。しばらく帰って来られないわ。そうなのかい。せっかく時間を作ったのに弱ったな。何かの打ち合わせが長引いてるとか。堀野沢信吾。堀野沢さんとの打ち合わせか。へえ、
まだ彼とつながりがあったんだね。てっきり彼女が引退したのと同時に切れたものだとばかり思ってたよ。あんなことがあったらね。バックストーリー。あんなこと。あの二人は昔ね、モデル業界の名コンビだったんだよ。そうなんですか。そっか、今の若い子は知らないのか。これがジェネレーションギャップ。おじさんちょっとショック。ということはもしかしてマイコンプレックスも知らないのかい。マイコンプレックス。島崎社長の写真集だよ。モデルからマルチタレントに転向した直後に出されたものなんだけどね。アンニュイかつコケティッシュな美少をたたえた舞妓ポーズは、日本中の男を虜にしただけでなく、当時のファッション業界にも絶大な影響を与えたんだよ。で、その写真集を撮ったのが堀野沢さんなんだよ。細かい話は省くけど、あの二人は名コンビすぎたんだ。だから当時深い仲だって噂が流れてね。そのせいで彼は一時期業界での立場が危うくなったんだ。舞妓さんにそんな過去が。と、島崎社長がいないんじゃ仕方ない。次の打ち合わせもあるし、僕はおいとまさせてもらうよ。じゃ、またね。堀野沢と舞妓にそんなつながりが。私も知らなかったわ。舞妓の現役時代の写真を探してみましょう。写真ですか。現在堀野沢ノブが魅力的な被写体として認識しているのは舞妓だけ。舞妓の写真を見ればその理由がわかるかもしれない。舞妓さんにあって翼にないもの、それを見つけるヒントがきっとある。ええ、手分けして畑中が言っていた舞妓の写真集を探しましょう。Alright. Well, I gotta end the episode here. Thank you guys so much for joining me. If you like this video, like, comment, subscribe, etc. And I will see you guys next time.